今日は、ちょっと深みのある、ちょっと濃いめのラベンダーアッシュやってみたいと思います。アイドル活動もやってるんですか？はい、そうなんだよね。そう、はい。じゃあ1回だけブリーチ気をつけてやるんでやってみますか？お願いします。塗り方は、まず根元2センチ、こちら先に塗って時間差つけてから毛先までいきます。いきます。ブリーチしても色持ちのいいカラーがやりたい。やりましょう。すいません、昨日はあっちゃんの YouTube 大学見てて影響を受けました。はい、失礼しました。はい、いつもご覧になっていただきありがとうございます。今日のモデルはさゆりさんです。よろしくお願いします。今日は、ちょっと深みのある、ちょっと濃いめのラベンダーアッシュやってみたいと思います。でサロンでも結構ダブルカラーする方最近増えてきたと思うんですけども、やっぱりあの僕の髪もそうですけど、やっぱブリーチしてやるカラーってすごく色抜けるのは早いので、結構マメに染めなきゃいけないっていうのが結構なんかこう気にする方多いと思うんですけども、少しでも色持ちがいい、だけど可愛い、そんな色にチャレンジしたいと思います。で今日の髪の状態なんですけど、こんな感じです。髪質はねすごくしっかり固めで、固めというか多めで、綺麗な髪質してるんですけども、一度ベースを、ブリーチをして整えて、それからカラーをしていきたいと思います。この動画をご覧になると普段サロンの中で使えるアイデアだったりとかイメージの参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。前から動画見てくれたんですよね。はい、ファンでした。ありがとうございます。嬉しいです、はい、さあさあ今日どうしましょうか。今日はあのブリーチはしないで、ブリーチしないでないで、ピンクベージュ、ピンクラベンダー、ピンクラベンダー、清楚だけどちょっとおしゃれ可愛くみたいな。清楚だけどおしゃれ可愛い感じだね。なるほどね、なるほど、来ましたね。強敵来ましたね。この感じですよね。そうですね、おそらく難しいかなと思うんですよね、はいはい、そうで、ブリーチを多分しないとまず出ない色なんだけど、あのたまにこう書いてあるので、こう過去にブリーチしたことある人とか、うん、ベースがこういう風にちょっと明るく色がなってる人だといけるんですけど、しかもよく見ると過去にちょっと黒、暗くも染めてるんだよね、これ多分ね、はい、この辺からちょっと暗いの残ってるもんね。これをね、ブリーチなしでやるのはちょっと厳しいかなと思う。はい、アイドル活動もやってるんだよ。はい、そうなんだよね。そうだからあんまりこうキンキンだと、そうですね、ちょっとイメージ変わっちゃうんだよね。多分、今のまんまいったらちょっと普通の茶色っぽくなっちゃうので、うん、極力ダメージ抑えながらケアブリーチとか使ってやるけど、一回ベースを一回だけブリーチをするとか、まあそういう土台作らせていただければいけるんですけど、持ちがいいような暗めなラベンダーシュー、そんな感じでもいいですかね。はい、いいですか。はい、じゃあ一回だけブリーチ気をつけてやるんでやってもいいですか。お願いします。ありがとうございます。大事に作りますんでよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。はい、それではまずブリーチしていきます。今日のブリーチは、根元全体的にトーン暗めのトーンにするので、根元の方は、ブリーチつけません。はい、少し暗めに根元の色を、その後暗めな設定の色でやりますので、ブリーチ上げない方が、むしろ根元がキンと上がっちゃうとその部分だけ色が飛びやすくなったりするので、今回は根元はつけないでやります。で使うのはもう、おなじみですね、こちらのファイバーフレックス使って、ダメージケアしながらいきます。で毛先の方がちょっとダメージ心配のところだけ、事前にちょっと希釈したフレックス剤で、少し自然にプレー処理がしてあります。はい、塗っていきます。もう根元をつけないようにガスッと毛先まで引っ張っていきます。よし、一緒に塗りましょう。はい、
結構抜けるの早そうな予感が。薬はフレックス系のブリーチで 6% です。平均2倍です。ワクワクするね、ブリーチね、はい、ワクワクとドキドキが一緒に来るよね。でもずっとニヤニヤしちゃってました。いやでも嬉しいね、なんかこうチャンネル見てくれてましたっていう。見てました。見てた。いやあのインナーカラー、インナーカラーを青にしてた動画、はい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 、一番好きです。そうなんだ。徐々にあの再生数も伸びてきて、本当にありがとうございます。確かにあれ見るとイメチェンしたくなります。やっぱりそうだよね。ありがたいね。したくなりました。イメチェンしようぜ。イメチェンって楽しいよね。でもね、楽しいですね。ね、なんかちょっとこう別な自分になった感じじゃない、うん、でなんかほら普段サロンに行っても何も言われないけど、ガラッと変えるとやっぱほら友達とか周りの人もね、うん、気づいてくれるから、おっみたいなね、あの面白いですよね。面白い。髪多いですか。多いですね。髪の毛は絶対ね多い方がねいいことが多い気がする、うん。髪の毛ほら多かったら減らせるからね。全然なんかそんなマイナスなことじゃないですよ。なんか嬉しい気持ち。ね。もうそれよりも自分なんかこう毎月ブリーチするので。大丈夫かな。俺の将来の部屋人生大丈夫かな。部屋寿命大丈夫かな。なくても。なくてもいいよね。素敵な感じ。そう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 、大事なのはねその人らしさですから。はい、らしさですからね。一番最初に染めたのはでもそんな最近でしょうか。そうですね、あの最初の緊急事態宣言が出た時にめっちゃ旬だな。楽曲で緊急事態宣言の中、薬局でブリーチを買って染めた。あ、ブリーチじゃなくて、その一番明るい茶髪を買ってやった。やりました。なるほどね。ちゃんとあの自宅待機は守った上で。なるほどね。それで、でも仕上がりはどうだったの、自分でやった髪からは。なんかめっちゃ綺麗に染まったんですけど、うんうん、もうパサつきがすごくて、うんうん、ある意味髪の毛が緊急事態宣言だ。あ、そう。そうです。すいません。うまいこと言いましたね。そうなんで。今そのキーワード来た時もらったって。そうです。なんか色持ちよくする、なんかこうコツとか。色持ちよくするコツ、うん、やっぱりいろいろあるけど、一番はやっぱカラー用のシャンプー使ってもらったりとか、そう。ちょっとこう酸性寄りのシャンプーがあるので、そういうの使ってもらうとか、あとは純粋に色味を補ってくれるこのカラーシャンプー、紫シャンプーとかピンクシャンプーっていうのがあるんだけど、そういうのを使ってもらうとかで、色が抜けても色を補ってくれるので、そういうシャンプー使うとか、あとはやっぱりあの髪を洗った後にちゃんとすぐ乾かすこと、できるだけ髪が濡れてる時間を少なくしてあげた方が、あの濡れてる状態で髪の毛がちょっと緩んでるというか膨張してるので、あの色が抜きやすかったりするけど、すぐ乾かしてあげるとあの多少持ちがいいです、まあ、一番はやっぱカラー用のシャンプー使ってあげることかな。じゃあこれでジャンプして介入15分。終わりました、今のベースはこんな感じです。だいぶ抜けましたね。で根元の方は塗ってないので、根元の方だけ若干トーンが暗くなっています。でここは自然に馴染んでいくようにしていきますので、このまま上から色重ねます。で使うレシピは、こちらミルボンのアディクシーです。でレシピは、7レベルのパープルガーネットと、シルバーとクリア0番です。比率は3対1対1です。で、
ちょっと仕上がりは結構濃いめな色にするんですけども、あのドライで塗るのでちょっと操作性を良くするために、若干こう色が入るスピードを遅くするためにクリアが入っています。じゃあ塗り方は、まず根元2センチ、こちら先に塗って時間差つけてから毛先までいきます。いきます。はい、15分経ちました。ペイントがこんな感じ。おお、うん、結構綺麗、いい感じですね。よし、流します。お疲れ様でした。こんな感じに仕上がりました。いやー、変わりましたね。なんかあのかなり落ち着いた感じのトーンなんですけども、あの透明感と深みと両方あって、すごく彼女に似合ってると思います。なんかこういう色ってあの顔も白く見えるし、なんか透明感もあるし、かなり印象がラッと変わるので、特になんかこう写真撮った時なんかインスタグラムなんかでもかなり映えるので、人気のカラーになってます。もしご機会があったらサロンワークの中でもぜひ参考にしてみてください。なかなか良かったね。良かったです。はい、で、さゆりさん、あのアイドル活動もやってるんですよね。はい、私が所属するアイドルグループの代々木女子音楽院のミュージックビデオが公開されているので、よかったらチェックよろしくお願いします。概要欄にリンク貼っとくのでぜひチェックしてみてください。この動画が面白かったらグッド評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また動画の中で、ゆめちゃんにチャレンジしてみたい方ぜひ募集してますので、ぜひ概要欄の方から応募してください。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。